前行き場なくしたお前を映す十字架今は刻んだ夢を道連れにして旅に出るがいいさ Do you remember?受けらしくないぞ。キム、ストップ。下に何かある。インピットか。いや、暖房装置が働いてるみたいなんだ。バカな。幻覚でも見てんじゃないの？軍の熱源探知機が幻覚見るってのかよ。どうかしたんじゃない？待ちだ！ほら、見てみろ！氷の下に町があるんだ！氷の下に町が！もういい！早く前進するんだ！掘り出せば、食い物が手に入るぜ、きっと！何をするんだ！寄せ！入れなきゃなんないみたいね。やむをえんな。どうか食いもんがありますように。昔のまんま埋まってたんだぜ。ほんと昔って素敵だったんだね。大したもんだな。600メートル以上も深いところから地熱を吸収してエネルギーにしてるんだ。タンクにはあと10年分くらいのエネルギーは十分あるぞ。スティック、見てみろ。避難命令。ああ、インビットが地球に来たすぐ次の日だ。集中暖房すら消し忘れたのか。よっぽど慌てて避難したんだな。じゃあこの町は奴らに。
これがチョコレートだよ。あたいも食べるの3回目なんだ。おいしい。甘いね、甘い。世の中にこんなうまいもんがあるの忘れてたぜ。何やってんのよ。すぐ積み出せるようにしとくはずじゃなかったの？だってよ、珍しいもんばっかなんだぜ。ったく、こっちは一人で HBT 運んできたのに。風景、これなんだか知ってっかよ。ほれ。ランチョンミート？なんだこれ。おいミント、ダメだ。風景も知らねえ。食べてみりゃわかんだろ。そりゃ言える。ほい、アイシャ。アイシャ、おいしいね。ほんと、うめ。あたしも食べるよ。風景も食べる？いける。わーい、フーケもお腹の虫には勝てないんだ。痩せ我慢してるからだよ。ダーン、ウェディングドレス着てみたい。よー、スティック、着せてやりたい子でもいんの？そうだっけな、あんたのフィアンセや。悪い悪い。どこへ行く気だ？町の見学さ。準備でき次第出発しなくてはならないんだ。ここからは離れるな。固いこと言うなよ。スティックは火星生まれだから珍しくないかもしれないけどさ、地球で生まれたタイたちはこんなにザックザック物が揃ってる町見るの初めてなんだもん。たまには羽も伸ばさしてよ。だからさ、いいだろ、行こうぜ。スティックのコチコチ石頭。石頭か。この間、町のショーウィンドウで素敵なウェディングドレスを見つけたのよ。私、あれに決めます。マリーン。スティックは行かないの？そうか、アイシャもインビットに辛い目に遭わされたんだったな。余計なことを言ったな、すまない。俺が町を見に連れてってやろう。さあ。大丈夫か、アイシャ。靴を探してやろう。あったかい。俺はあったかいか。およ。スティックのやつ慣れないことやっちゃって。よし。おい、コーチ太郎か。田舎もよしなよ、ヤボテン。どんかん。わあ、綺麗。そこは違うんだよ。これはいかがですか？いや、俺なら滑らないんだけどな。私女の子よ。うん。どうかしたの？なんでもない。あ、そうだ、いいことがある。これなどいかがでしょうか？きっとお似合いですよ。さあ、来てごらん。あの、
そうか。こちらへどうぞ。ごめんごめん。捨てたのか？飽きちゃった。飽きっぽいやつは何やっても一流にはなれないぜ。誰もいない街って寂しいね。え、風景もナンパしたくなったったかい？ナンパ？アホ！バカ間抜け！一人で行ってろ！これから俺たちの仕事が増えるな。ん？だってよ、あの人間体のインビットが乗ってたメカ、かなり手強かったぜ。ああ、そうだったな。作戦も考えなきゃな。今まではなんとか切り抜けてきたけど。うん。奴らやっぱり痛いとか感じるのかな。あの女。見て！ああ。どうしたんだ。似合うぜ。本当？よし、ミント、記念写真撮ってやろう。ちょい待ち。ジム、花婿さん見たくして。アイシャ、君のことをもっと知りたい。私は何も言うな。
間違ってもまともにやり合うな。町の中に誘い込むんだ。いいな。了解。任しとけって。やべえ。俺ができるだけ引きつけるから上に回ってくれ。オッケー。やろう、今だ。まともにやったんじゃレーザーが効かないぜ。怪我はなかったか。よいよ、いいか、ジム。バッチリだ。よし、スティック、行くぞ。よし、すぐ出発だ。これで町の集中暖房用のエネルギー源を爆発させたんだ。どこから来たのか。これであの町も本当に死に絶えたの。楽しかったけどね。また刺激の多い毎日が待ってるよ、秋っぽい風景ちゃん。
マペンロを青く煙らせる雨はお前の流した涙のようだね。見えない絆を確かめるように何度も振り向く背中が辛いよ。さよならが最後の優しさだなんて二人とも生まれる時代を間違えたのさ。せっかくあたいのバースデーだっていうのに誰もお祝いしてくんないの。祝ってくれるのはインビトちゃんだけだ。バカにすんじゃ。